ああ、お前が釣ったオリハルコン、黒金に渡してもいいよな。別に構わないわ。でもオリハルコンで刀なんて作れるの？さあな、専門家に聞いてくれ。常識で言えば無理だな。だがゴーマが常識にとらわれてどうする？それもそうね。相手は最高の金属だ。迷いを捨てて無心で打ち上げる覚悟だ。お前ならできるさ。頼むぜ黒金。期待してるわ。六郎が強くなれば私も助かるし。さあクーマを探しに行きましょう。うん。次に近そうな地脈点はミッドガンド領の真ん中あたりだと思う。ミッドガンド領か。近くにオートがあるけど、グリフォンがいなくなったし、どうなってるのかしら。行ってみればわかるさ。行くのはいいですが、アイゼンがいません。さっきからおらんの。ベンウィックに聞いてみ。そうね。お、待った、手紙が落ちてるぞ。ずいぶん可愛い便箋だな。なになに。背景、寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。霊山の雪深さを思い返してあなたを案じています。私の方は愛も変わらずですが、先日とても珍しい品を手に入れたのであなたに送り。六郎、人の手紙を読むなんてどうなの。だが落とした人は困るだろうに。差出人の名は、ウフェミュウエクスブ。誰だそれ。この島の誰かでしょ。誰か手紙を落とした人いない？そんなお上品な手紙を書くやつがおるように見えるか。確かに海賊の誰かかもしれません。船着き場へ行って聞いてみましょう。いいけど、そもそもの目的を忘れないでよ。今回も返事はナイス。でもお元気でしたっすよ。そうか、ならいい。あ、で壺のラッピングっすが、新作のひまわり柄はいかがっすか。うん、なかなか可愛いな。それで頼む。可愛い。何か用か。手紙が落ちてたんだけど、心当たり。読んだのか。あ、あんたのだったの。読んでないぞ。ちょっとしか。本当だな。うん。こいつも一緒に送ってくれ。毎度、亀人急便が責任と愛情を持ってお預かりするっす。用が済んだなら出発するわよ。行き先はミッドガンド領。準備はできている。誰かへの贈り物かな。手紙までつけて。相手は女だな、間違いない。そうなの。でも丁寧で綺麗な字だったね。なあ、アイゼンのやつ意外に達筆でマメなんだな。おいお前ら。あ、棒に相性をつけてやったか。主はなんだかんだで情に熱い女じゃの。どうせフィーなんて安直だとか言うんでしょ。安直ではあるが、ここまで安直じゃと逆に誰も使わぬ。故に個性的と褒めたつもりなんじゃがの。名前というものは己が何者かを考えるときに必要なものなんじゃ。名を与えられ、自分が他の誰でもない自分だと気づき、この体の中にある形のない心が動き出すのじゃ。坊の心を最初に転がしたのはお主じゃ。偶然とはいえ、坊を人形から生き物にしたんじゃよ。で、何が言いたいの。旅の初めから寝食を共にしてきた仲ではないか。愛称をつけてくれてもバチは当たらんじゃろ。そんな深い仲だと思ったことはないし、あんたは好き勝手に出入りしてたでしょ。お主はそんな矮小な心の持ち主じゃなかろう。心の友に愛称をつけるくらいの甲斐性はあろう。心の友じゃないし、
相性をつけるのが得意なわけでもないから。頼む、一生のお願いじゃ。じゃあマギ。マギはまんますぎるじゃろう。愛情を持って解消してくれんかな。ならルー。ベジタブルやミートがトゥギャザーしてカレーになってしまうじゃろうに。じゃあカキク。お、まあまあ、ありかなしかで言えば千の候補のうち1011番くらいにはありじゃが、相性なんじゃからもっと愛嬌があって印象に残るものがいいな。じゃあ帽子。見た目まんまかい。本スカート。見た目から一歩進めんかい。実は目つき悪い。それは誹謗中傷じゃろう。見た目&悪口禁止じゃ。笑いながら人の痛いところをつく魔女。それは内緒の内情じゃろうに。だから最初に言ったでしょ、得意じゃないって。もういい、お主とは相性が合わぬわ。アイゼン、壺から出てきたタコはどうしたんだ。ダイルと黒金がモアナの晩飯を作ると言って調理場へ持って行った。タコゴーマをモアナに食べさせるのですか。クーマは汚れを食わないといけないからな。ゆえに生け捕りにして持ち帰ったんじゃ。あの二人何を作るつもりなの。タコスミパスタをメインにタコ焼きとタコからヘラビーサ風ゆでタコのカルパッチョだ。タコ焼き器なんぞ監獄島にあるのかい。パスタ用の大鍋と一緒に黒金が鉄の塊を叩いて作っていたぞ。自分の顔はそのままのくせにな。しかしたこ焼きは俺も久々に食いたいぜ。タコ炭のパスタか。タコもイカも敵に襲われた時に身を守るために炭を吐くけど、成分も目的も違うんだ。イカ炭は粘り気が強くて分身みたいな塊になるけど、タコ炭は水に広がりやすく煙幕代わりになる。でもタコ炭はイカ炭と比べると旨味成分が30分の1しかないから、あまりパスタには使われない。ラフィーも同じこと言ってた。だからタコ炭のパスタは美味しくないんだって。ラフィーが。うん、結局作らなかったけど。どうなんだろう、もう味がわからないし、どっちでもいいけど。味見するよ僕が。だからタコスミパスタ作ってね。ゴーマじゃない、本物のタコが釣れたらね。なあ、アイゼンが手紙と壺を送った相手って一体何者なんだろうな。もうその話はやめようよ。アイゼンに原骨されたところまだ痛いよ。でも気になるだろお前だって、うん、少し。あのかしこまった文面からしてよほど大切な相手だ。おそらく恋人。恋人、アイゼンの。あんな壺をもらって喜ぶ子供はいないし、可愛いラッピングを喜ぶ男もいない。となればアイゼンと同じ感性を持った妙齢の女。そんな奇跡みたいな女に惚れるのは当然だろう。そうかな。僕はあの黄色い傘の女の子だと思うけど。お前よっぽどあの女の子が気に入ってんでね。違うよ、そんなんじゃないよ。ではどのようなんですか。エレノア、盗み聞きとはお行儀悪いの。ライフィセットが誰を好きになろうと自由じゃろ。マギルーも聞いてたんじゃないか。僕はただラッピングのひまわり柄はあの子のイメージだなって。そう言われればそうね。でも誰だっていいじゃない、手紙を出せる相手がいるんだから。そうですね、少し羨ましいですね。なんか綺麗にまとめてるが、お前も盗み聞きしてたんだなベルベット。どう思います、アイゼンのこと。なんじゃお主、ああいうのが好みなのかい。へえ、そうなんだ、意外。違います、アイゼンの贈り物のセンスというか収集物へのこだわりが少々風変わりというか。そんなことか、つまら
ほんと。男は多かれ少なかれ、よくわからないこだわりを持ってるものよ。その話は聞きましたが、こだわりが強すぎる傾向があると思いませんか？言われてみれば、あの解説は度が過ぎている気もするわね。収集品だけではないからな、こだわりは。そうなのですか？毎週の休息日の夕食は決まってカレーじゃし、船着き場のボラードも必ず3番と決まっておる。そういえば、調理場で海賊たちが嘆いてたわ。パスタの茹で時間と塩加減にうるさいって。服も靴もいつも同じ仕立て屋に同じものを作らせて納めさせているそうじゃ。ミリ単位のサイズ指定に素材の色味にもうるさい。ダメ出しも多いと亀人が嘆いておったわ。もはや、こだわり屋ではなく、面倒な男って感じね。でも、少し見直しました。海賊って、もっと雑で不衛生な人たちだと思っていましたけど、案外繊細なのですね。どんな再評価よ。やっぱり裏側しか出ないのは悲しいの？いや、今さらそんなことは気にならん。そうは言っても一度くらいは表を出したいだろ。俺は見てみたいし、ライフセットも見たいよな。うん、見てみたい。そこでだ。じゃーん！ん？このコイン、いつものアイゼンのコインと同じように見えますけど。表はな。だが、このコインは両面が表なんだ。黒金に頼んで作ってもらった特注品さ。両表のコインなら、いくら死神の呪いがすごくても、さすがに表しか出ないだろ。そんなインチキで表が出たところで意味ないじゃないですか。インチキじゃない、これは努力だ。はい。どんな形であれ、諦めずに挑み続けることで道は開けるものだ。面白い。表を出してやる。何？カラスがコインを加えていっちゃったよ。カラスは光るものを集める習性があるんだ。クソ、カラスに敗れるとは。こんなこともあろうかと予備も用意してあるぜ。さあ、今度こそ死神の呪いに打ち勝つんだ。よし、行くぞ。グリフォンが両表のコインを食べてしまいました。おのれ。大丈夫だ、もう一枚予備がある。これで死神の呪いに引導を渡してやれ。おう、行くぞ。嘘だろう。いくら死神の呪いでも、ここまでやらなくてもいいだろうに。気にするな。こうなる予感はあった。絶対、なかったですよね。うん。副長、あの王子の鷹、っていうかグリフォン、なんとかならないっすか？狩りとか言って、日に日にとんでもないものを捕まえてきて、デッキが大変なことになってるんすよ。たかが狩るものなど、たかが知れてるだろ。最初は海藻や魚とかだったから食材になってたけど、喜んでたらどんどんエスカレートしてきて、150キロ級のシーラカンブリとか、350キロ級のトドメカジキとか捕まえるようになって。助かるじゃないですか。あのたか、獲物を空から甲板に向かって落とすんだぞ。とどめカジキを刀みてえな腹から落としやがって。刺さったらそれこそとどめだろ。助からねえだろ。注意すればいいだろ。そうなんだけどさ、鷹見てる王子の幸せそうな顔と注意された時の悲しい顔を見ちまうとなあ。グリフォンを飛ばしている時の王子は楽しそうだったよ。時々笑いながら、ホグホグ、もっと飛びたいかいってグリフォンに優しく話しかけてた。ホグホグ、
オークとグリフォンの頭文字を合わせてホグホグだってモアナが言ってたよ。王子は初めて自由を感じているんだろう。今まではやるべきでやってきた王子が自分の意志で鷹を救うために飛び出したんだ。ホグホグはもう一人の自分なんだ、王子にとってはな。でどうするんすか。大した被害が出てるわけじゃない。カンパニー大笑いたんすよ。王子だって限度はわきまえているはずだ。ささやかな楽しみを奪う必要はない。いやどうかな、王子の自由は暴走しとるぞ。今甲板で見てきたんじゃが、あのグリフォン今度はエレファントマグロを捕まえたようじゃぞ。エレファントマグロってシャチも丸飲みするほど巨大なマグロだよね。そいつはもうほぼほぼゴーマだろ。うむ、ゾウの耳のようなエラが特徴の巨大魚じゃし、ゴーマの可能性もなくはないの。ご祝儀相場なら2000万ガルドはくだらぬ大物がバンエルティアの空で怪しく光っておったぞ。2000万ガルド、なんだよ、あの王子とグリフォンも役に立つじゃないか。バンエルティアの空、いかん、ベニック、王子を止めろ。あいあいさ、落とすな、落とすなよ。ちょっと聞いてもいい？なんだ？あんたって地の精霊でしょ？地の精霊って水には沈むのに、なんで海？むしろ地の精霊だからこその海だ。そうくる。続きが気になるわね。アイフリードは生まれ持った性質を受け入れろと言いながら、泳げない海賊かよと大笑いしやがった。その場でぶちのめしてやろうと思ったが、そんなことをしても泳げない事実は変わらん。俺は水に属性という宿命などに負けたくなかった。だから水を克服するために特訓したんだ。あんたいい具合に壊れてるわね。でも特訓なんかで属性って超えられるわけ？川で練習を始めた途端大洪水が発生し、山から流れてきた土砂に飲み込まれた。湖に潜ればモグサが突然増殖して全身に絡まり溺れそうになった。そして最後に飛び込んだ海では俺を中心にして大渦巻きが発生しやがった。ふん、それって死神の呪いでしょ。生まれながらに俺を縛る鎖という意味では地の属性も死神の呪いも大した違いはない。これは俺の限界への挑戦なんだ。ああ、で、あんたは泳げるようになったの？泳ぐことはできるようになった。携帯用の浮き輪は手放せんがな。あ、そう。ボスからあんたたちに伝言を預かってきた。ローグレスの東にあるアルディナ草原に凶暴なゴーマが出るらしい。あんたらの探してるやつかもしれない。ローグレス東の街道は封鎖されとったはずじゃが。一時的にな、今は解かれてる。アルディナ草原の先にある村ストーンベリー、クダンのゴーマを目撃した仲間が、詳しい話はそいつから聞いてくれ。分かったわ。同じだね、僕が探知した。タバサに礼を言っておいてくれ。クーマがいる可能性が高まったな。今の情報確認してみようぜ。ええ、まずはストーンベリーに行ってみる。アイゼン、僕なんか失敗した？いや、
奴らにタダで情報をくれてやる必要はないと思っただけだ。地脈点のことだよ。俺たちだけが知っている情報だろ。でも決死鳥は味方でしょ。敵ではないが味方とは言い切れん。裏同士というだけじゃ。それも時と場合によってくるりと変わる。こちらが信頼しなければ相手も信用しないでしょう。初めて会った使いの者が俺たちの顔を知っていた。告げてもない行き先に先回りしてな。あ、こっちは奴らのことをろくに知らないのに、向こうは全部お見通しってわけね。わしらを売るのは造作もないと暗に言うておるわけじゃな。俺たちが清涼に対抗する戦力であるうちは協力できるだろう。だが切り札は多いほどいい。互いにナイフを突きつけ合っているのを承知で背中を預ける。それが裏社会の信用ってことね。厳しいね。タバさんのお店の料理の味は簡単に信用できるけど。はあ、それは同感だ。ストーンベリーは行くの初めてだよね。なんで通行止めされてたんだ？ゴーマか？いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して、輸送キャラバンが何百人も行方不明になったのです。寒冷化の影響による異常気象だな。雷が頻発した地域や豪雨に見舞われた町もある。ええ、そういった地域への街道は清流によって厳しく往来が制限されています。解除されたってことは竜巻は収まったって思っていいのよね。どんな町なのかな。結構いいところでふよ。東に広がる森林地帯では宝石が採取できるし、珍しい植物も昆虫もたくさん生息してるでぐ。数少ない住民たちは動物の肉や毛皮を必要な分だけ売り買いして暮らしてるし、静かで良いとこでぐよ。ずいぶん詳しいんだね。こやつの初恋相手のノルミンの故郷なんじゃよ。姉さん恥ずかしいじゃないでふか。今は離れ離れになってしまったでふけど、あの子とは心が通じ合っているんでふよ。わしとお主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。そんなの初めて聞いたでふよ。姉さんいつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがの。よくないでぐ。男が女に振られたぐらいで泣くな。ストーンベリーへ急ぐぞ。よし、だいぶ馴染んできた。何が？あなたの力がです。いい感じに制御できるようになってきました。よかった、もう倒れたりしないね。ええ、ますます精進しますからよろしくお願いしますね。うん、こちらこそ。どうかした？別に。ああ言えばそう言えば、ボーはエレノアと契約した時マナをつけてもらったんじゃろ。いい名前だったかい？それはマナ。精霊が持っておる古代語の名じゃよ。人間と契約を交わす時に必要な特別な名前なんじゃ。わしもビエン風にフューシーカスとつけてやった。豚猿という意味じゃ。ひどいわね。これも一種の愛情表現なんじゃよ。ライフセット、あんたはどんなマナーをもらったの？それはもしかしてマギルーみたいに変な名前をつけられたんじゃないでしょうね。不満があるならエレノアに言ってあげるから正直に教えなさい。違うし、ベルベットには言えないよ。そんなに嫌がらなくても。マナーは気安く他人に明かすものじゃない。精霊にとって特別な意味を持っているんだ。契約者以外に自分のマナーを告げることは同性になら命がけの信頼の証。異性に対しては愛の告白に近いんじゃよな。それを早く言いなさいよ。
ライフセットも難しい年頃だ。以後は気をつけろ。まあ、あれも一種の愛情表現じゃがな。じゃな、アルディナ草原のゴーマというのは。自由に飛んでたが、クーマなのか。地脈点感じた。あっち、あの岩山の上あたりだよ。確かめてみましょう。ここ、僕が感じてた地脈点だ。クーマもいないし、結界もないようですね。また外れかな。決めつけるのは早いわ。あいつが結界を破ったか、聖霊が制御しきれていない可能性もある。あり得るな。ドラゴンは最強のゴーマだからな。問題はドラゴンがクーマかどうかだ。そこね。予定通りストーンベリーで情報を得ましょう。やれやれ、一番の問題は敵がドラゴンというとこじゃろうに。ザビーだ。よう、副長。誰かを待ってるの？いや、あいつとの願掛けさ。あいつ？行くぞ。ここに警視庁はいないようだ。いいのかよ、俺を放置して。誰にも邪魔をされたくない時間がある。いい？うん。願掛けって何のことだろう。ザビーダが飲んでいたのは茨の森だった。おお、大切な人と飲み交わせば永遠に添い遂げられるというロマン無双の一品じゃな。だがめったに手に入るもんじゃない。俺も一度飲んでみたいと思ってるんだが。きっとザビーダにとって特別なものなんだね。だからアイゼンは。そんなんじゃない。ベルベットさんですね。あんたね、例のゴーマの目撃者は。来る途中、空を飛ぶ蛇みたいなドラゴンを見た。あんたが見たのも。はい、同じゴーマです。あいつの巣はアルディナ草原の岩山の上で。岩山には行ってみたけど、いなかったわ。戻ってくるのは雨の日だけです。雨の日だけか。うわあ、あつらえたかのように雨が。嫌な予感がビンビンじゃわ。分かったわ、もう一度行ってみる。